い、こんにちは、キキョウです。今回はこの八海山の酒粕を使ってボンボンショコラを作っていきます。中のガナッシュはホワイトチョコレートで、外側はミルクチョコレートのコーティングで、まあ、そういう構成で作っていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、ではまず手順としては、まあ、ホワイトチョコレートに沸かしたクリームを入れてガナッシュを作って、この、酒粕を加えて混ぜていくんですが、まずはこのホワイトチョコレートを少し電子レンジで温めて溶かしておきます。はい、今500ワットで30秒を2回温めました。で、中に塊があるのでよくゴムベラで潰すようにしている間にこのクリームを沸かしておきます。はい、ホワイトチョコレートのガナッシュができたら、続いてこれ酒粕を入れていきます。結構しっとりしててまとまってるので、このまま加えて混ぜてもこれが塊になって残ったままなので、この後少し混ぜたらハンドブレンダーで攪拌していきます。はい、でこれ下に OPP シート、これ敷いてあるんですけれども、上にも乾燥しないようにこれを貼っておきます。ない方はラップとかでも構いません。で、念のため全体にラップをかけて冷蔵庫で最低でも一晩冷やして固めておきましょう。丸2日冷蔵庫に置いて、まあ、しっかり固めました。で、今日はこれを、ミルクチョコレートで
表面をねこうシャブロネしてカットしてから表面のコーティングを周りをコーティングしていきたいと思います。はい、じゃあ型から取れましたので、まず一旦この状態で冷蔵庫入れて、ミルクチョコレートのテンパリングを取っていきます。電子レンジでテンパリング取っていきます。2.5 センチずつカットしていきます。はい、カット終わりましたので、これからトランペをしていきます。トランペフォークっていうこういう二股とか三股とかこういうのに分かれてるフォークもありますし、まあ細いね、食事用のフォークとかでもできますので、そちらを使用します。はい、ガナッシュがちょっと柔らかくなってしまったので、一旦冷蔵庫に入れて冷やします。
はい、でこれどんどんねトランペ進めていくとこっちのこのチョコレートの温度がだんだん下がってくるので、そしたらまた電子レンジで500ワットだいたい5秒から6秒ぐらい、まあ、その時の冷え具合、固まり具合にもよるんですけれど、ちょっともったりしてきたなと思ったら500ワット5秒で、ちょっと不安だったら3秒ぐらいでも全然温まりますので、まあ、そしたら、ボールの横をしっかりとゴムベラで描いて、でこのゴムベラにくっついてるのも、まあ、ペティの背とかでこう落としながらね、落としながら、極力きれいに、まあ、ちょっとはくっついちゃうんですけど、剥がしながら使えばしっかりと無駄なく使うことができます。まあ、一応温度測って30度ぐらいならトランプ、次をね進めていきましょう。はい、トランペ一通り終わりました。表面のチョコレートが乾くまでっていうか、表面のチョコレートが固まるまで常温でこのまま置いておきます。はい、それでは酒粕のボンボンショコラ完成しました。改めて構成なんですけれども、中のガナッシュはホワイトチョコレートと、今回は植物性油脂、まあ、あまりくどくならないように植物性油脂 37% ホイップですねを使ってます。でガナッシュ作ってからそこにこの八海山の酒粕を加えてハンドブレンダーでよく混ぜて、で外側がミルクチョコレートのコーティングという構成になっています。でハンドブレンダーない方は、ボールの底に酒粕をゴムベラで押し付けるようにして潰しながらやれば、まあ、ちょっとはやっぱりつぶつぶ残ってしまうんですけれども、まあ、それでもできますので、まあ、なるべくこうブレンダーがいいかな、ブレンダーかけた方が滑らかにはなります。でまあ冷蔵庫を入れておいてもいいんですけれども、まあ、常温に保存しておくと中身がとろっと。はい、それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。